皆さんこんばんは。当時イノベーションルームツアーの近くに参りました。本日はこちらのマンションをご案内いたします。大阪城公園スカイハイツ14階建て、今日は3階のところをご案内いたします。電車の路線はですね、環状線京橋から徒歩4分、大阪城公園から徒歩9分と好立地の場所になっております。ではどうぞ。こちら301号室、角部屋です。では、ご案内いたします。どうぞ。はい、まずですね、お部屋の広さなんですけれども、部屋の広さは72平米になります。間取りはですね、なんとなんと 4DK になります。入ってすぐに、こちら右手のお部屋ですね、洋室です。部屋の面積が変わりましたね。こちらが 6.1 畳の広さの洋室になっております。ちょうどですね、玄関入って廊下を左手に行くと、こちらの洋室です。少しちょっとコンパクトなお部屋になってますが、3.9 畳になります。こちらですね、こちら窓がついておりまして、ドアはマンションの共用の廊下になります。こちらに、収納もついておりますので、お子さんの部屋とかでお使いいただけるかなというイメージです。では次、右手2番目に来るお部屋です。はい、どうぞ。こちらはですね、5畳のお部屋になります。はい、このお部屋のポイントとしましては、入って右手にもすぐバルコニーがあり、こっちにもですね、バルコニーがついてますね。角部屋なので、もうお部屋に沿ってバルコニーがついているという窓になっております。嬉しいですよね。5畳の部屋に収納がついております。エアコンもですね、こちらで設置はできます。リノベーションのポイントとしましては、はじめのお部屋が 6.1 畳、こっちが5畳でしたので、コンパクトの部屋を2ついらないということであれば、6.1 と5畳の部屋をくっつけて、少し11畳か12畳ぐらいのお部屋の広さにすることは可能でございます。12畳のお部屋ってちょっと広いよねってなりましたら、1つの部屋にして、ウォークインクローゼットを作るとか、そしてみてもいいんじゃないかなと思います。では続いてですね、また戻っていただきまして、玄関入って、左手2番目に来る、ここのスペースは水回りになります。では、洗面台ですね、大きさが740ですね。普通大体60センチぐらいですけれど、広めの洗面台になっております。で、ミラーにつきましては三面鏡になっておりますね。はい、で収納ができるタイプになっております。このような感じですね。はい、で洗濯機置き場ですね。これも今の普通の長方形の洗濯機板になりますので、この上に置いていただくタイプになります。で、お風呂です。まず、お風呂のリモコンがこちらにあります。お湯張りができるタイプのお風呂です。少し段がありますので気をつけていただいて、はい、お風呂はですね、新しいです。新しいので、お風呂の蓋とかもついておりますね。はい、でお湯張りができるタイプになりますので、お湯は溜めることはできます。こちらミラーとシャンプーとかお携帯がついているのは嬉しいですよね。はい、では続いていきます。で次にですね、はい、洗面の横、ここはですね、お手洗いになっております。はい、おトイレですね。ちょっと優しい色の水色のクロスを使っていただくことで、少し落ち着きがあるのかなと思います。トイレも新しいですね。はい、では続いて廊下一番奥のお部屋が、こちらがキッチンです。キッチン綺麗ですね。キッチンのサイズもちょっと測ってみましょうか。キッチンのサイズが2400なので、一般的なキッチンの広さになっております。十分お料理できるスペースはあるのかなと思います。レンジフードも綺麗くなってますね。はい、ガスコンロなども綺麗です。で収納もたっぷりできる、はい、広さと嬉しいですね。キッチンが新しいというのはとても嬉しいですよね。でこれは浄水器ですね。浄水器専用になっております。こちらが普通の流しです。こうやって伸ばせることができます。でここが
ですね、またあの食器とか置ける棚になっております。収納がとても充実しているのがいいところかなと思います。はい、であとはですね、こちらも結構洋室なんですけれども、洋室の広さとしては8畳ですね。ちなみにここのダイニングキッチンが 8.2 畳です。では焼けていきましょう。これ焼けることでだいぶ開放感が出ます。こんな感じですね。あの普段は2キロを開けていただいて、キッチンだけではなく別の LDK として使っていただくのがいいのかなと思います。まあ、あえてなぜこれをつけているかというと、どうしてもね、お料理とかしたら匂いがこもったりとかしますので、このレールをつけた引き戸にすることで部屋と部屋を差別化しましょうということで、この扉をつけたのかなというところですが、この扉いりませんと、扉と使いたいということであれば取っちゃうことができます。それからまあこの家のリノベーションのポイントかなと思います。そうすることで広々とした LDK に生まれ変わります。で、まあ、フロリアですのでね、今日はちょっとすみません、夜なので焼きを楽しんでいただきます。バルコニーがとても広いので、お洗濯とかですね、とてもあの干せるスペースとしても十分なのかなと思います。続いてあのここにね、収納がついています。いいですね、とても大きい収納ですので、生活用品とかお洋服とか十分おしまいいただければと思います。まあ、もう一つのリノベーションのポイント、私こことここの部屋をつけたらどうですかっていうところでお伝えしたんですけど、あのまあキッチンをですね、タイミング変えることもできます。でレンジフードがここなので、できればレンジフードの位置はここにして、これを今こういうふうにそこから見ていただいたら縦になってるんですけど、これをこのまま横にこうやって向けていただくことで十分に対面キッチンとして変更ができます。まあ、冷蔵庫はこちらに置いていただいて、あのそこにテレビを置いていただき、皆さんが寝てらしてるのを見ながらお料理をしていただくということが叶えられる間取りでございます。でキッチンは新しいので十分これを移設するだけもできますし、色を変えたいなということであれば同じ色とかを組み合わせていただくと結構統一感が出ます。お部屋は3色でまとめていただいたら統一感が出ますので、とてもおすすめしております。2、3分ですね、すごく綺麗に新しく変わっておりますので、その辺もご安心いただけるポイントかなと思います。では本日は大阪市城東区市議の西にあるマンションをご案内いたしました。14階建ての3階部分です。72平米マンション建てられた建築年月日が1984年になります。今現在の間取りが 4DK になりますが、リノベーションのポイントとしましては、洋室を一つにする、リビングを開放するために一つにするということで、広さがありますのでリノベーションしがいのある間取りかなと思っております。ご興味ありましたらぜひこちらのお問い合わせまでお待ちしております。よろしくお願いします。